まだまだ動きのキレや歌の安定性には改善の余地ありですね。それに体力面でもブツブツ。しおりこちゃん、自分のライブ映像見てるの？しおこってば真面目じゃん。自己分析は大事かと。しかしですね、どうしても自分ではわからない部分がありまして。何？そのか、可愛かったでしょうか？とっても可愛かったよ、しおりこちゃん。うん、っていうか今可愛い。可愛いよ。今の話ではないのですが。虹よ、結局どうなんでしょう。カズミほどじゃないけど、シオコもなかなか可愛いから自信持っていいよ。そんなに照れなくても。まあカズミだって毎日可愛くなるための研究してるし、これからももっともっと可愛くなっちゃうけどね。そうですね、持っている資質を伸ばすのはいいことだと思います。シオコわかってるじゃん。仕方ないからカスミンの可愛さの秘訣教えてあげてもいいよ。ぜひ聞かせていただきます。カスミちゃんもまっすぐに褒められて照れてる。